少子高齢化、人手不足が進み、クラウド技術の登場、通信コストの低下、スマートフォンの普及が起きています。 IoT による遠隔監視システムは工場などのインフラとして当たり前になっていくでしょう。だが現実はどうでしょうか。工場設備からデータを取りたくても、 PLC のデータを活用したくても、社内ネットワークは使えるのか、専用回線は必要ないのか、閲覧ソフトはどこで売っているのか、そもそも PLC はネットにつながっているのか、わからないこと、足りないものだらけではないでしょうか。その課題、丸ごと解決できます。コンテックのクラウド型設備監視ソフトウェアサービス、ファシリティビュー for PLC は、設備の遠隔監視に必要な機器や専用回線、ソフトウェアをワンパッケージ、必要なものがすべて揃っています。専用端末で PLC を簡単 IoT 化、 PLC と LAN ケーブルを接続するだけで配線完了。通信回線の契約は 4G LTE の SIM を内蔵、お客様が別途通信回線を契約する必要はありません。クラウドの契約は必要？ファシリティビュー for PLC はクラウドベースのパッケージ商品、クラウドも個別契約の必要はありません。初期設定は？スイッチを押すだけ、簡単設定ですぐに導入・稼働できます。閲覧用のアプリは？ウェブブラウザ対応ですから、 Windows でもスマホでもタブレットでもデバイスに依存しません。セキュリティは？情報漏洩対策は？ソフトウェアは常に最新版に自動アップデート。でも結局コストが高ければ意味がない。社内倫理は通せるの？大丈夫。初期投資を大幅削減、年額料金制サブスクリプションサービスで利用可能です。工場の設備監視に、ビルや倉庫の電力監視に、スマート農業の環境監視に、コンテックのクラウド型設備監視ソフトウェアサービス、ファシリティビュー for PLC。 PLC からモドバス TCP または MC プロトコルを利用してデータ収集、現場の PLC に接続するだけですぐに運用開始が可能です。IoT ゲートウェイ機器は LTE 通信機能を搭載、お客様で別途回線契約をしていただく必要はありません。初期投資が不要、お客様によるサーバー運用保守も不要、通信回線の管理も不要、あれもこれも不要な通信費込みのサブスクリプションサービス。遠隔監視に必要な機能をセキュリティ万全のクラウドサービスとして提供します。さあ、遠隔監視システムのイノベーションへ。